なんでここで急に土管が出てくるのかしら。意味がわからないわ。というか、この土管、どこかで見たようなデザインで、そう、まるで世界的に有名な防廃管工が使ってる。で、デコちゃん、それ以上はし、いきなりなんなのよ。あ、土管の横に説明書らしき紙がくっついていますね。この土管は1階だけ土管のある場所と好きな場所と往復できるアイテムです。行き先は土管や糸、マンホールのない場所でも大丈夫です。へえ、使い捨てだけど、すごい便利なアイテムだね。というか、本家よりチートな気が。皆の衆、良い使い方が思いつきましたぞ。いい使い方。この土管を使って、クゴ姫を誘拐します。なんだって?クボ姫って誰なんだ？申し訳ないのですが、聞いたことがありませんね。よろしい。ならば教えて信じましょう。クボ姫は、史実では政宗公の祖母にあたる人物です。デツパーリーのおばあちゃん。それ、戦国ばだだけの話ですよ。そして我々がいる天文3年1534年のクボ姫は御年14歳。東国一の美少女と歌われ、評判は上々でした。その上、彼女は種宗公の嫡男伊達春宗公に嫁ぐことが決まっていました。しかし、実は久保姫はその後、実家の都合で別の家にお嫁に行くことになりました。で、じゃあ、どちらに嫁ぐことになったのですか？奥州の入り口、白河の関周辺を領地とする戦国大名、結城春綱です。うむ、またも聞いたことがない奴が登場したな。当時、久保姫の実家岩木家は伊達家と対立していたため、白河結城家との同盟を強化すべく久保姫の腰入れ先を変更しました。しかし、伊達家も黙って見ているわけではなく、久保姫を取り戻せないか画策。そして春宗公は、久保姫をさらって自分の嫁にした。という逸話が残っております。なんだって?ちなみに春宗公と久保姫は修正仲睦まじかったとされております。春綱は唐突な寝取られにより脳が破壊されたものと拝察いたす。唐突に脳を破壊される春綱かわいそす。まあ逸話なのでどこまで本当かは怪しいですがね。そもそも元の逸話では腰入れ先が最初から結城春綱だったり、隣接する相馬家が久保姫奪還に動いてた話がすっぽり抜けてますからな。まあさらったのが事実かはともかく、伊達春宗と久保姫が結婚したのは本当だよな。だったらわざわざ俺たちが誘拐しなくても。あもうござりますな、かなたさん。史実の久保姫の腰入れは7年も先のお話。目の前に赤い廃管工仕様の土管があるのに7年も待つ理由はございますかな。いや、まあ言われてみれば確かに。というわけで誘拐してきたわ、久保姫。助けてください。誘拐に成功しただと。